はい、今愛宕山に来ました。愛宕タワーですね。それから完成間近の虎ノ門ヒルズ、すげえな。虎ノ門ヒルズって書いてますね。今日はですね、赤坂の桜坂、赤坂じゃない、六本木ですね、六本木1丁目の桜坂を目指して歩いています。おお、この虎ノ門の周りもですね、再開発が進んでいます。すごいですね。虎ノ門ヒルズのメインエントランスだ。またこの辺は工事中ですね。おお、ガラス張りの、一棟だけじゃなくて周りもいくつか、あと東京タワーが見えていいですよね、夜は。ああ、これがメインエントランスですか。で、環状2号線を渡るとポニーキャニオンの本社ですね。ああ、いろんなタレントのポスターが貼ってありますね。ああ、これが開通した築地虎ノ門ということですね。これは車専用なので歩行者は通れないかな。特許庁ですね、正面が。今工事やってる環状2号線ですね。広くなりましたね、東京タワー。で、このトンネルがビルの真下に入ってくるんですね。築地に抜けるんだ。虎ノ門病院の近くですね。桜が、あー、すごい綺麗だ。満開ですね。あー、その向こうに見えるのは霞ヶ関ビルですね、虎ノ門。アメリカ大使館ですね。外壁の修理をやってるんだ。素晴らしい、すごい警備ですね。で、あのちょっとガードフェイスの向こう側が桜坂になってます。六本木1丁目の桜坂に向かいます。ここは赤坂、インターシティがあります。うわ、すごい超高層ですね。始まります、桜坂。ちょうど全日空ホテルの下ですね、から始まります。お、見えてきましたね、桜。これはすごいな。30階建て以上ありますね。インターシティですね。赤坂インターシティです。この桜坂は、桜並木はですね、ぐっとですね、一周します。このアークヒルズですね。桜坂って書いてありました。そしてで上がっています。あ、これ六本木通りからですね。
あ、森ビル、ハークヒルズですね。で、これが上がるとスペイン大使館かな。戦国山ヒルズですね。しばらく続きます。朝今6時10分ぐらいですかね。誰もいません。私一人で独占して桜を眺めています。ああ、これちょうどサントリーホールの上ですね。この地下がサントリーホールだ。桜坂です。ランナーですね。ああ、どっかでウグイスが鳴いてますね。ああ、ここスペイン大使館ですね。で、ホテルオークラ、これ別館ですね。ああ、続きます、桜の雰囲気が。ここはアークタワーってですね。あ、中も桜並木ですね。ね、スペイン大使館。このまま続くんですが、六本木通りへ行きます。二手で分かれるんですが、アークタワーですね。ではここで終わりします。あ、桜坂になります。アークカフェですね。アークヒルズサントリーホールってことですね。まだ朝早いんで誰もいません。テレビ朝日の前ですね。